はい、お疲れ様でございます。今日のお話はこちらでございます。社長としてもレーサーとしてもすごいトヨタ自動車の社長についてですね、お話をしてみたいと思います。まあね、このね、今動画をねご覧いただいている方の中でもですね、私トヨタの車に乗ってるよという方もいらっしゃるんではないでしょうか。まあそんなね、トヨタ自動車のね、今の社長さんなんですが、実はこの方ね、めちゃくちゃね、すごい方なんだっていうね、お話をしてみたいと思います。まず最初にね、今日ね、今回のお話のね、ちょっと参考になった本をね、最初にご紹介させてください。こちらですね、片山修さんという方が書かれた、豊田章男というね、本でございます。先日ね、このね、本をね、私読んだ次第なんですが、このね、まあ、本の表紙見ていただいたらすごいですよね。人の名前がゴーンとね、前面にね、豊田章男っていう風に出ててですね、まあ、非常にね、シンプルな表紙なんですが、非常にね、インパクトがある本で、まあ、私もね、これをね、まあ、表紙を見てね、お、これね、なんだろうなってね、読んでみた次第なんですが、読んでみてね、中身もね、非常にね、面白かったんですよね。まあ、そんなね、まあ、皆さんもね、ご存知の方も多いんじゃないかなと思う、この豊田章男さんについてね、書かれたこの本なんですが、まあ、ちょっと改めてね、まあ、豊田章男さん、どういう方かなっていうとね、ちょっとご紹介してみたいと思います。この豊田章男さん、まあ、こういう方ですよね。皆さんもね、見たことある方もね、まあ、メディアなんか、まあ、テレビとかね、ネットなんかでね、この方のね、お顔を見られた方もね、ある方多いんじゃないでしょうか。CM なんかにもね、出てらっしゃいますよね。まあそんなね、豊田章男さん、トヨタ自動車の社長でございます。まあね、名前の通りなんですが、いわゆるね、まあ創業者、のね、お孫さんにあたる方なんですが、まあトヨタと聞くとですね、トヨタの創業者っていうと、トヨタ佐吉なんじゃないのっていうふうにね、思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実はね、トヨタ佐吉さんっていうのは、トヨタ自動車の、創業ではなくて、その前身のトヨタ自動織機だったかな。あの織物の方のね、あの創業者ということで、実際のね、このトヨタ自動車の社長としては、この佐吉さんの子供さんのね、喜一郎さん、章男さんから見るとですね、まあ、おじいちゃんですよね。この方がね、創業者ということで、まあ、現在ね、まあ、いわゆる、まあ、喜一郎さんから見ると、お孫さんがこのね、トヨタ章男さんでございます。トヨタではなくて、トヨダというふうにね、濁るそうですね。で、車の方はね、トヨタ自動車ということで、トヨタとトヨダというね、ちょっとこう混同しがちなね、お名前ではあるんですが、まあそんなね、トヨタ章男さんなんですが、実はね、まあ社長としてのね、実績もすごいんですが、実はレーサーとしてもですね、数多くのね、実績をね、持たれているそうでございます。ね、よくね、まあこの本の中でも書かれてたんですが、いわゆるね、まあこのね、自動車会社の役員の方がですね、まあレーサーとしてね、まあレースに出ることもね、あるんだけど、このね、豊田章男さんに関しては、ぶっちぎりでね、レーサーとしてのね、実績が多いんだと。他のね、その、まあ、自動車メーカーのね、役員と比べると、レーサーとしての実績はね、桁違いにね、多いというふうにね、書かれておりました。まあ、どれぐらいのね、レースに出てるかというとですね、ここがでね、まあ、ちょっと主なね、出場レースっていうのをね、こちらの方に挙げてみました。まずね、一番上からいくとですね、ニュルブルクリンク24時間レースっていうですね、これね、ドイツのね、西の方にあるね、結構はこのね、コースがあるらしいんですが、このニュルブルクリンクっていうね、コースがあるらしいんですが、これね、世界的にもね、非常にね、難コースって言われてるところだそうでございます。そこのですね、24時間耐久レースにですね、過去ね、5年間チャレンジしてるそうでございます。まあ、24時間ね、ずっと一人で、走ってるわけじゃなくて、まあ、チームメイトとね、まあ、代わり番号でね、走ってるみたいなんですが、それでもね、24時間ずっとね、まあ、チームで走り続けるっていうのはすごいですよね。そしてね、次はね、こちら TGR ラリーチャレンジですね。こちらもですね、2012年から2018年までね、ずっと出てたそうでございます。そして、日本でね、これ開催されてて、まあ知ってる方もね、多いんじゃないかなと思うんですが、スーパー耐久レースですね。こちらもですね、2018年とね、2019年のね、シーズンにね、出場されたそうでございます。そして最近でいくとですね、メディア対抗4時間耐久レースっていうのもね、出てたそうでございます。まあちょっとコロナの関係でね、多分2020年とか2021年のね、レースなんかはね、まあ中止になってたんじゃないかなと思うんですが、本当ね、まあ、
現役バリバリのね、レーサーとしてもね、まあ、出動されてるというね、すごいね、社長さんでございます。じゃあね、このね、まあ、豊田さん、豊田社長、まあ、なんでね、こんなにね、まあ、レーサーとしてもね、まあ、出てるのか。まあね、当然ながらね、車が大好きというのはね、前提ではね、あるんだと思うんですが、実はね、こんなこともね、あるんじゃないかなというのね、この本の中で書かれておりました。それはまあ、こちらで書いております。まあ、歴代のね、まあ、トヨタ自動車のね、社長さんの中でね、まあ、いわゆるね、トヨタ家のね、出身社長の方々、秋夫さん以外のね、全員はですね、実はね、理系だそうでございます。まあ、それに対してね、唯一、まあね、文系社長のね、だったのが、豊田秋夫さんだそうでございます。まあね、理系の社長というのはね、やはりね、まあ、当然ながら、こう、製造業、物を作る会社というところで、やはり専門の知識なんかもね、まあ、もともと持ってるのに対して、まあ、この秋夫さんはですね、文系ということで、専門知識がね、やはりね、他の、まあ、歴代のね、社長と比べると、やっぱりね、知識が乏しいということがね、あるそうなんですよね。まあ、それもあってかですね、やはり、まあ、製造業、やっぱりね、トヨタ自動車、いろんなね、まあ、製造部門があります。中にはですね、非常にね、頑固なね、まあ、技術者なんかもね、いらっしゃるんじゃないかな。まあ、そんなね、頑固な技術者をね、説得させるためには、まあ、専門の知識をつけるか、もしくはね、やはり高度なね、スキルを、まあ、テクニックをね、身につけるか、まあ、どちらが必要だなっていうところを考えると、まあ、自分にはね、専門知識がないとなるとですね、まあ、高度なね、まあ、ドライビングテクニックを身につけて、こういったね、まあ、非常に頑固な技術者たちをね、説得させようというふうにね、思って、まあね、こういう高度なドライビングテクニックを身につけたんではないかなというふうなことをね、書かれておりました。まあ実際ですね、まあ、テストドライバーとしてもね、この秋夫さんね、実際にね、走ってるそうでございます。まあテストドライバーというのは、最終的に出来上がった車なんかをね、実際にね、レース、レース場なんかでね、走ってみて、まあここをね、もうちょっと改良してほしいなとか、ここは良かったよとかっていうね、最終テストするね、まあテストドライバーなんですが、そういったものもね、実際にね、自分でね、やられているそうでございます。まあそういったね、社長自らね、テストドライバーとしてね、動かれると、やはりね、まあ下のこう技術者たち、開発するね、技術者とかもね、うん、まあ社長はね、やっぱりね、一目置くだろうというようなね、感じになりますよね。まあね、社長室でね、ずっとね、こもってるんじゃなくて、現場に出てね、やはりこうね、実際動くとなるとですね、やはり下の人もね、まあ、まあ、やっぱりね、この社長についていこうかなというふうなね、感覚になるんじゃないでしょうか。まあ、そういったのがですね、今のね、このトヨタ自動車のこうね、好調さをね、物語ってるんじゃないかなと思います。まあね、そんなトヨタ秋夫さんなんですが、1956年の5月3日生まれということで、現在ね、65歳だそうでございます。まあ65歳というとですね、もう還暦も過ぎて、まあ当然ながらね、まあ体力的にもね、非常にね、衰えてくるっていうところはあるんだと思うんですが、まあね、日本一のね、会社の社長もしながら、そしてですね、まあレーサーとしてレースにも出場しているっていうね、この二足の、まあ、わらじではないんですが、そしてね、まあメディアなんかにもね、たびたび出演してるっていうところを見るとですね、ね、まあね、よくこうね、創業家の社長なんていうとですね、まあね、なくして なった社長とかですね、まあね、まあ、成り上がりじゃないな、まあね、ボンボンだとかですね、まあ、いろいろとね、こう、批判されることは多いんじゃないかなと思うんですが、まあ、才能としてはですね、非常にね、まあ、豊富な才能、まあね、持ってる方なんじゃないかな。とてもね、すごい方なんじゃないかなというふうにね、思うところでございます。まあね、今後もね、このトヨタ自動車の活躍と、そしてね、まあ今日ご紹介した、この豊田秋夫さんのですね、今後の活躍なんかもね、見守っていきたいなと思います。またね、今回のね、お話についてはですね、私ね、このスーパービートクラブっていうね、ブログの方でもね、ご紹介しております。もうちょっとね、詳しくね、ブログの方ではね、紹介してますんで、今日のね、お話、まあね、ちょっと興味あるなとかね、もうちょっとね、詳しい話知りたいなという方いらっしゃいましたら、ぜひね、この動画の概要欄の方に、私のね、ブログのリンクの方も貼っておきますので、ぜひね、チェックしてみていただければなというふうに思います。はい、ということでですね、今日のお話はですね、レーサーとしても社長としてもすごいトヨタ自動車の社長豊田秋夫さんについてお話をさせていただきました。今日のお話もしよかったな、参考になったなと思いましたら、ぜひね、高評価またねチャンネル登録まだの方ですね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ということで今日はこの辺でお話を終了いたします。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。お疲れ様です。